Hazard Revelations。 皆さんこんにちは。こんばんは。ホコロリンクゲームズベイクンです。おかめです。バイオハザード、はい、リベレーションズ、リベレーションズ、リベレーションズの実況、はい、やらせていただきますので皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。来ましたね。リベレーションズってどこなの？どこでしょう。1,2,3,4,5,6 の中のどこ？時間帯がわかんないんですけども、ね、とりあえずジルが主人公。はいはいはい。我らがジルが主人公ね。はい、はい、分かった。というわけでストーリーモード早速、はい、見ましょう。そのまま押せばいいのかな。はい、エピソード1、はい、ニューゲーム、ニューゲーム、 Into the Depths。 はい、ノーマルか。これはね、はい、インファーナルは相当に難しいみたいなんで。あ、そうなの。これも私たちノーマルでいきましょう。はい、わかりましたインファーナルはちょっとなんかもう相当難しいみたいなんで。相当難しい、はい、あ、じゃあノーマルで。バイオのノーマルってイコールハードみたいなもんがありますんでね、うん、そうだね、はい、達成感があるって書いてあったもんね。そう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 。おあ、エスティック後ろプラスペケで素早く、あ、あれね、はい、バイオといえばクイック。うんうんうん。さあ波荒れてますな。荒れてるで。ん、あれ模様からの地中海上、地中海上じゃないですかうんピストル、これスターズですか。例によってこれジルちゃんじゃないの。これジル。おっと、相変わらず。あ、まだ金髪にされてないから5前や。そうなのか。へジル。おう、この人は。こいつがただの誰、豚もしくはデブ。撮ってんな撮ってたな。最初声がさ、クリスかと思ったらさちょっと違ったからびっくりした。新人やったな。誰やねんあれ。急に新人現れたぞ。おう、船に来た。おう、豪華客船。読めない。クイーン。お、クイーン、なんとか。クイーン、ジェノビア。あ、呼んでくれた。ああ。太った人が呼んでくれた。太ってんなぁ。見る彼にゴーストシップだな。シーミアって、シーミポイント3。あ、これオカメさん行くかじゃあ。はい。俺デブ。デブで。デブってひどない名前知らないからね。そうやな。あだ名つけてるあげるしかないじゃないですか。そうやな。ピッグにしようか、あだ名は。あ、豚、うん、もしくはピグモン。ピグモン。多分こいつ、もう出てこない今後。こいつね、もう早速多分あれにやられる感じやな。クリーチャーあたりに。そうそうそう。あーじゃあどここれ。だからおお、なんでここに行こうと思ったん、この二人は。そう、それそれ。BSAA やったら二人とも、多分二人とも。なんか調査をするんですよね、やっぱね。なぜここに来た。忍びだな。なんかしょっちゃってきたな。あ、デブ来た。うん、デブだな、おい。おい大丈夫かこれ。今糸ちぎれんかったか。どうぞ。はい、クリス・ジェシカ、行方不明になって94分。クリス、行方不明。はい。フィッシュニークの説が最後に確認された、どの子の。クリス・ジェシカ。この船、どこに二人がいるはず。はい。ダメージを受けたら死亡する前にハーブで回復を。はい。来ましたかな。来ましたね。どう、操作は合ってる。操作はでも、ほう、はい、LH の、多分。あ、横ね、動けんだね、これね。オッケーオッケー。なんか、あれやな、狙ってるとことちょっと下やな、標準がな。上じゃねえか。あ、上行った、上行った。うん。まあまあまあ、ね、頑張れ。うん。ちょっとね、移動するっぽいんですよ、これ。移動できるよね、多分。だからね、ジルの銃口よりも真ん中に見ればいいんで。あ、ほんまちょっとフュッていってる。そうです、だから、まあまあまあ見ればいいかなって。オッケーオッケーオッケー。これね。おっと、いた、後ろにいた。ピークいる？ピーク。あ、なんか、こいつの武器強そうやぞ。はいはい、マグナムっぽいぞ。お前の装備、くれよ。の。デブだな、お前。お前さ、絶対隊員になるためにさ、痩せろって言われるだろ、まず。ひどい。言われるでしょ走るには。普通に走ってくるね、これね。あ、走るないで、うんうん、B で走るやろ、バイオ。あえ、どうしたどうした、クジラか。クジラにぶつかった。じゃ大丈夫か。おお、お前、お前だが、お前は体重があるから大丈夫だろう。そうやな。オッケー、コーンってリンゴン、リンゴンして、おっと、喋れるとになる。はい、見ます。不気味な音色ね、喋れか、音色ね、喋れた。気味が悪いとかなり続けるということだよ。はい、はい、これね、ちょっと早い、これがクイック早い、うん、ちょっと遅くしたらいいんちゃうか、じゃあ。まあいいか、ちょっと慣れようか。慣れるか、慣れるか、はい、いきなり、お、武器壊せそう。武器壊せそうね。お、え、だよ。銃の弾使っちゃうの、いきなり使う、もったいねえなぁ。オッケー。カチャチャっと落ちたな。あー、もったいない。で、これで、これ。リロードね。オッケー、リロードはやっぱ四角で。四角ね、バイオといえば四角。あ、開けんの早っ。早かったな、バイオにしたら珍しいぞ。開けんの早いな。ひどい匂いだ。ひどい匂いだ。本社で随分経つみたいね。こんなとこに、これはもう相当素やな。一応でもね、右上に地図載ってるから。これ嬉しいね。嬉しい。地図は嬉しいな。うわ、えー、え、
動きますよね。これは動くな。スタンバイですよね。これスタンバイしてます。スタンドバイですよね。これスタンドバイ。はいはい。あ、ここはなんかないかな。ないね。じゃあ奥行こうか。行こう行こう行こう。奥行こうか。ガホン。早いね、ドアマジで。早い。どうしたどうした。前みたいにガンっつってのないんですけど。そう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 。まあ一本道ね。無人の船内に不気味な投げ合いか。まさしくゴーストシップだな。お前好きだな、ゴーストシップ。もうちょっと太った声で。ああ、誰誰誰、どうしたジル。I don't think we're alone. この辺何かいるわ。せやな、どう考えてもいたな、今いるわ。お前を餌にしようかな。おいおいおい、なんで顔だけ光ってんだお前。そうや、多分、はいはい、襲われた時に、うん、あのピックが、はいはい、捨て身の覚悟で餌となってくれるんちゃうか。あ、本当。俺で3日間は耐えてみせる。俺の右足左足全てを捧げて。え、あ、あー、中這いずり回ってんなこれ。おい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 、もっと道を歩きなさい。あ、あ、あ、セービン、あ、セービン、あ、うわ、あ、もう、あしかないぞ、さ、あ、はい。ダクトから血が、うわー。待って、なんか変なことなってんで、下膨れですよなあこれ。はい、はい、戦うの、戦わない。どうしたらいい。とりあえず、あ、行く場所いっぱいあるよ。調べるの、とりあえずは。エレベーター調べる。あ、そのおっさん、あ、おっさん調べなかったっけ今。あ、あ、見た、この腕の変異。うんうんうん、見たことないから血をしている。確かに。そうだよ、蜂に刺されたってこんなのなんないからね。蜂、クマンバチ以上やな。電源が落ちてる、いろいろ使えなさそうね。そうだよ、使えないんだよ、このバイオハザードってもんは。あ、これ、見る。壊れてるわ、見ればわかる。オッケー。オッケー。オッケーか？一応ね、四角くなってるので。あ、いいね、マップがわかる。えい！もうやめよう、そういうの。脅かしたがりか、お前は。マップわかりやすいね、これ。ここ行けなくって、で、おっさんの裏側に行って、特にない。うわ、すごいな。時計の手伸びてんのすげえ。時計つけてたからあっちは大丈夫やったっぽいね。オッケーオッケー。あっちがだって太ったら時計ぶっ壊れるもんね。あ、ロッカー開けれるぞ、それ絶対に。そう、これ。間違いないわ。開けれた。開けれた。え？ハーブは？ほら、ハーブだ！丸でかかったな、今すげえ。グリーンハーブ。オッケー、親切なゲームやな。怖いよ。でもロッカーを開けてくやろ、やっぱり。でもさ、こっちはいけないんだろ。いけない。あ、ってことは、まあ、そこやわ。ここしかないわけじゃ。邪魔だよ、邪魔やな、ピッグよ。邪魔だ。お前の名前はなんだ。名前教えてくれよな。そうだよ。ここらで一回スタートか三角押してみようぜ。そうだね、まずスタートをしてみます。はい、関係ない。三角からマップはないな。ちょ、セレクトか。じゃあセレクト、これだよ。おおおお、なるほどね。これ選べるのかな。うん、で、うん、LR でまたなんか選べるみたいけど、まあまあ。たまな。普通ね。まあ、にまる。ああ、奇襲、うん。おー、なんか立体的やな。なんだこれは。立体的やぞ、お金さん。立体的なんか見づれえよ。わかんねえよ。どこだよ。なんか、玉の、銃のさ、あれがあるけど、なんだろう。銃何武器ボックスやって。おぉ。ほぉ。もらえんのかな。まあいいや。ピンクの武器奪おうや、あの強そうなやつ。そうだよ。お前、おとりにして。でかい！でかいやろ！ね、おネズミ。なんだ、ネズミだっていうレベルじゃない？ショートしてるわね。ショレアウトって言った。ショート寸前か。これで生きてるよね。飲めよ。そうだよ、買おうよ。な、買えないの。おかしい話だな。おかしいな。こいつ怖いな、さっきから。怖いわ。おおおお。ジュースは飲めるの？飲めないわね。ない。脅かすなよ、もう、みんなして、みんなして。あ、ロッカーだ。おー、いいよいいよ。バカ。来た！丸でかいっすよ。丸でかいな。ね、うん。理不尽なぐらいでかいな。でしょ？でかいでしょ？あ、邪魔やっちゅってね。ここ開いたんかと思った今。うん、気になるよ。気になるな。そこ絶対なんかあるぞ。オッケーオッケー。明るいし、気をつけてや。シャレ気持ってないから無理だな。シャレ気持ってないぞ、俺たち。あー、なんか。うわ、うわ、うわ、うわ。やられてんな。うわ、待って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 。腕大丈夫やぞ、腕。丸。むごいわ。顔味にされてる。まや。くちゃっとなったな。むごいわっていうセリフあんま言わない。むごいはないな。なになになにこれ、なになに、光って光ってる。明らかにそれやろ。なになに、パーカー、パーカー、パーカー。あー、ピックじゃなかった。P は合ってたな、出だしの。そうだね。なにこれ、なにこれ、ぐちゃぐちゃやん、もう。え、なんだそりゃ。なんかかっこいい、かっこいい。射撃、射撃、射撃。どう見てもさ、鍵でしょ。おっと、銃が埋まってんの。なんだなんだ、何かと思った。何かある。銃かしら。太ってんなー。太ってる声どうやって出せんやったっけ。任せてー。どうする、あ、これこれ。え
パーカー、パーカー落とすなよ、その蓋を。うわ、ぐちゃぐちゃってるで。あう、あう、お前なんてぐちゃ。お前、ジルの方が辛い思いしてんねんだ。いや、手離すなよ、お前。なあ、うわ、手手手手手手手ついてきた。そう、It's not Chris。 クリスのじゃ、あ、クリスじゃないよな。ブフッつって。あ、なんだ、なになに、誰してん、誰してん、これ目線やばい、サイレン目線だった。 あれ、あ、お尻見えてる。あ、後ろ後ろ、ケツ見られてるで。ん、あ、いつまで見てる。あー、岡山さん、これ待って待って待って、やばい。あ、キモい、なんか太い。なんだ、太いぞ、太いぞ、これ、こいつ、あ、動きやばい、動きやばい、動きやばい、あ、動きやばい、え、なんかすげー速い。あ、やべやべ、一応パーカーも売ってるっぽいぞ、パーカーも売ってる。あ、待って、あ、L、あ、あ、食われてる、おかみさん。あー、むごいわってなるぞ。そうなんだけどさ、むごいことなんぞ、おかみさん。走ろう走ろう、おおおおおお、むごいことなる、むごいことなる、これ。パーカー、お前撃てよ、パーカー撃て、パーカー撃て、足撃て。こいつ弱点、弱点は顔面か、やっぱり顔面かな。画面めっちゃ難しいねんけど、この動き気持ち悪い。あ、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 これやばいな。パーカー撃て、パーカー撃て、パーカー何してないって。これいつも撃てばいいの。ふわっと死んだ。え、強すぎひん。待って待って、今死にそろったよ。ちょ、待って、強すぎひんか。強い。どこが弱点かだけ教えてくれ。顔面かな。え、顔面か。あのセインちゃん、あのセインちゃん襲ったらもう嫌な予感がする。どこなの、クリス。なんかジル太ったね、顔。ちょっと太ったな、ジル。あ、一回太って、ファイブ前で。お、そういうこと。おー、アンベイルドエディション。こっからですわ。エピソード1。Into the Depths。お、よく見ましたね。もちろん。ああ。博識なんでね、ベイ君といえば。そうなの？そうなの？初めて知ったけどね。保存している。はい。え、今ので終わりかな？今ので一生終わり？エピローグみたいな感じですか。プロローグかな。プロローグ、エピローグ、なんでわかんないけど。エピローグは最後やな。あ、そうなの、うん、あ、頭の特定部位を狙えば大きなダメージを与えられる。頭謎って言ってるで。そうだね、謎。頭、まあ、腕も怪しいよな、でもな。何、ニュース、ニュース来た、ニュース来た、ニュースを違う。スペシャルリポート、はい。どこや、誰やの。ここは火の光が出現するんですけど、地中海沿岸の美しい港町、美人やな。そうですね。この海岸沿いの沖合に11年の歳月をかけ、テラグリジアが建造されました。テラグリジアは最新のインフラを備えた海上都市であり、衛星を使った太陽光集積システムなど、建設中からその環境に配慮した都市設計で世界の注目を集めました。おっと、2004年、テロでしょ、うん、開発反対を訴える組織、ベルトロによって、この町でバイオテロが引き起こされました。マジで、マジで、ウィルス散布と同時に、うわー、ボウ、ボウ跳ねてるな、やべえやべえ、あかんて、このボウは。隔離された海上都市で被害は広がり続けました。怖い怖い。なんかハンターみたいなバイオ HD リマスターの FBC は最大のバイオテロ組織として設立され、はい、テラクリジアでの対応において指導的お役割を担います。あ、パーカー、パーカーじゃないこれね、パーカー若い頃。一方、読めへん、国家間の利害を超えてバイオテロ対策を行う NGO BSAA オブザーバーとしてテラグリジアに入り、 FBC のサポートに当たりました。はい。対策本部は被害の拡大をするため、都市地震の発売、発売者発電撃ってたやつ。おー、被害を抑える。溶けた。あ、でもテラグリジアパニック、人々は消滅した都市の名を取り、この事件を騒ぎました。その後、実行犯であるテロリストグループベルトロの壊滅は FEC が発表、事態の収束宣言となりました。本当ですか？なあ、2005年現在、あ、そんな前な。ここには静けさと落ち着きが戻りつつあるかのようにも思いますと言っときながら、しかしご覧のようにテラグリジアの廃墟は隔離され、バイオテロへの恐怖を人々に思い起こさせるモニュメントのようにその姿を残し続けています。はいはいはい、以上、現場からはスーザンでした。スーザンね。OK、 サンキュースーザン。2005年ってそんな昔のゲームなこれ。あ、さらに前、今の映像わかんないです、これいつ発売したんですか。そうそうそう、それ気になる。あれ、この人、あ、さっきおったな、った映像に、 BSAA の人ですね。なな、おっと、なんかもうダメだ、こいつ面白すぎてやばい。どうしたらいい。医者が運動しろってうるさくてな。
いや、バーカーが運動してるこんなこと。確かに。ギラのこの辺り一帯 UBC が封鎖してきたことを理解しているんだ。だがこの数週間、正体不明の漂着物の情報が相次いでいる。うん、ABC の隠蔽体質でもみから流れ着くものは止められないってことだ。場所が場所だけにウイルス汚染が疑われるのも無理ないもんね。あ、我々 BSA はようやく現地調査にこぎつけたわけだ。シャッ、クエントから例のものを受け取ってきたか。いや、ジェネシス。以上はジェネシスだろ。正式名称は何だっけか。あ、読んできないの。No. あ、いや、持ってきてはいるが。あバーカー、バーカー、お前すぐ死ぬパターンやね。もうだ、試してるしな。早速そいつで調査を開始してくれ。めっちゃ探してないじゃん。いやあったぜ。めっちゃ嬉しそうやで、パーカー。おう、違った。パーカー、おかみさん、こいつ死なへんぞ、多分。あ、ちょっと面白い、ひょうきんなやつかもしれない。俺、こいつ一瞬で死ぬ。あったぜ、みたいな。当て気がひるんだ時に近づくと、近接攻撃できるって。あ、そういうことね。マニュアル来たぞ、おかみさん。マニュアル、ジェネシスマニュアル。はい。長いな。バイオスキャラの愛称です。特殊な波長の、反射、微量のウイルスでも、微量の、ウイルス感知。蘇生を解析。簡易的にワクチンも生成できるって。そうだ、すごいじゃん。反射光を利用して特定の物品を探知することができます。内蔵メモリ内には使用分として、銃弾や薬草などのデータが登録されています。探知可能なものが近くにあれば、モニター右下のインジケーターが点灯します。はい。了解。どういう風に？おぉ。はい、丸だよ。降りたよ。これいつの話や。そうそうそう。多分ね、それちょっと前やな。ちょっと前やな。戻ってるね。はい。スキンソペイオ。白濁。Never seen anything like it。見たことない生物だわ。ジェネシス。ジェネシス使ってみろ。ジェネシス使ってみろ。ジェネシスを装備。あ、これだ。L2。シャシャン。ホールド。スキャン。あ、右上ね。スキャンコンプリートって出たぞ。出た。ホイスキンには一定のデータが必要だ。はいはい。付近の漂着物を探してデータを集めてくれ。オッケー。解析データは 100% にする。あ、その緑で囲まれてんのが、プラス15。そうですね、プラスされました。メタルディテクティ。体内何か反応があるわ。これちょうだい。そうやな、さっきそっちやな。そうそう、オッケー。これ捜索者多いんじゃないの。大丈夫。なんかあれやったら話進むんでしょ。ペペペってやってみたら、ほらほらほら、ペペペはペペペペペ。ジェネシス、それ見たらええんちゃうの。ほら来た。あ、それ今のか。うん、あれ塊。あれ塊魂やったか。あれ、まあ、そんなもんやな。もうないの。あったら怒るよ。あったー。あんちゃん、しかもめっちゃあんねんけど。あ、ほらこれ関係ないわ。これ別にいろいろね、左にもあった。あった、おいおいおい、当たり前じゃねえか。これはこれはやるわ。あ、それ絶対。あ、ハーブハーブ。うわー、ちょっと待って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 、ジル、パーカー、新型のウイルスならば厄介だ。ちょっと待って、気持ち悪いんだけど。どうしたどうしたらいいの。見ても分かるさ、叩き潰す。ちょっと待って、しゃべらない、しゃべらない、おかみさん。めっちゃ気持ち悪かった。ビビったわ。はぁ、口あるで。口だな。違う、弱点か。待って。ビビる、これはできへんの。電子すられへんの、これ。ピピピ。ほらほら、なんか来た。今やる、でも。今やらんでいい。いや、ほら、パーカー飛んでちゃった。このための弾だったとかじゃないよね。触ったー。だからライブラ的なことできるんじゃなくて、今のスキャンで。怖い。あ、ないよ。一応ゲージは溜まっていくぞ。ほら。頑張れ。ほら、全然そんなことないもんね、おかみさん。全然そんなことなかった。マジか、ちょっと待って。めっちゃ気持ち悪いねんけど、こいつ。どうしよう。いや。パニック。死ぬん、こいつ、ほんで。死んだ。あ、やった。え、はぁ、あ。怖い、このゲーム。さすが慣れているな、ラクーンシティの英雄戦。いや、お前動くって言えよ。あれだか、そのパーカー元 NPC だって聞いたわ。あ、志願して BSA で隕石…あ、何で喋ない。二人とも無事だな。無事ですけど。いやいや、おじいちゃん、もっと警戒して。警戒を保ちつつ引き続き調査。お、はーい、ハーブちょうだい。あ、でもね、結構ゲージがそんなに多いわけじゃなさそうなのかな。100% にせえ、ね、100% にせえって言ってたな、とりあえずな。で、向こうの方もあるんですよね。あー、今な、ほんまにびっくりしたな。あるある、はい、これ 100% にならないかな、でも。ならんな。 OK です。ってことは、あっち行かなあかんのか。そうだね、行かなあかんね。いやだ、今の今の何、分からん。口あった、そいつもちゃうか。これ何、これも関係あんの。開けへんも。開けた、開けた、開ける。あ、それ 3% しかくれへんかった、やっぱり。大きい方がいいわけ。でかければ。うわー、待って、動くんじゃないの。カラスはないのね。あー、それやろうや、それやろうや。やりたい。まだサンプルの解析が足りんようだって言ってる。うわー、待って、キモい、何それ。
か、この匂い、はい、ガスが爆発したどんどんどん落ちる。ふざけんなよ、太った人の声が出せへんねんけど、お前さん。え、太った人の声をよく出せなくて、どんどんどん落ちる。それそんぞんどん落ちる。あ、なんかあるやん。私がやりましょうか。ちゃんそれ。あ、そうですね。R2 でウェポンしよう。L1 で、R2 で構えながら。L1 で構えながらしよう。2人を持ってる場合のみ。あ、普通にまず構えて、R1 で銃撃つけど、R2 をしたら手榴弾取れんや、多分。取れる。あ、掘れる掘れる。掘りたいけど今掘っちゃダメだよね。今掘ったらあかんな。あ、で、こいつらに掘ればいいわけ？あ、そうやな。まあ、いつのせいで。あー、めっちゃびっくりしたな、今。あ、それもや、それもや。怒ってる、まだデート。わかってるよー。銃変更なく強迫、中直物を探索せよ。なんやかな、弾。あ、あれもあったぞ。あったぞ。よっこいな。あ、早いな、多分な。早いね、ちょっとね。ちょっと遅くしてもいいぞ。よし。スタートとかできへん。セレクトか。はい、ちょっと、ちょっとやりましょう。うん、あ、これ、ちょっと、これね。オプションね、はい。多分むっちゃ早い気がする。どれかな？コントローラー設定かな？これかな？で、あ、で、下行って、エイム速度。エイミング？下、それ。はいはいはい。それを遅していいよ。遅い。それぐらいでいいんちゃうか。オッケー。オッケー。それでも多分早いな。お、なにあれなにあれ、めっちゃでかない。え？ too far。 あ、遠いって。はい、ごめんなさい。なになにこれ、なんか。なんだろう、カプコンっぽいな、このゲーム。はい。で？あ、シークレットサインって出てたから、うん、なんか隠し要素的なもん。ほら。あ、最初の犠牲者。なるほど。なるほど、そういうのもあんねや。そうだの。その桟橋渡ってけってことかな。これ、こっち？わからんけど。怖いよー。あったし。これ？これで何パー？あと1パー。あと1パー？あと1パー？あ、1パーか。お前か。お前だ。違うか。違うか。あと1パーやって。なんか破片が多分どっかあんだな。向こうだな。ちょっと向こう戻るわ。これ取ったし。取ったやろ。うん。多分取り忘れ。これ多分全部取れば100パーになるはずだから。まあ、多分、ね、見逃しがあるんだわ。多分。うんうんうん。まあもう。お肉の見逃し。お肉しっかり探してこう。オッケーオッケー。あったー。お肉、あれ。オッケー、オッケー、お肉の見逃し。オッケー、オッケー。お、なんかプラス1になったぞ。それ何です？あれかな？あれハーブじゃなくて？お、なんか出てきた。出てきた。解説時期 100% のことに回復やつがいい。おお、マジで？マジで？同種の敵から得られる解析率は解析するごとに少なくなる。はい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 。やったー。やったね。これで解析率 100% ね。ご苦労。ひとまず私のところに集合してくれ。あ、オブライエンやって、この人の名前。オブライエンさん。オブライエン。コロンボじゃないの？ご苦労な、コロンボやな。フジカムズがウイルス感染体であることは間違いないよね。ウビシーが封鎖した海岸に流れ着いたことも偶然とは考えづらいぜ。あ、すごいことは行った。あとは本部に戻り、データ解析の結果を待つとしよう。電話。お、スマホや、この時代に。あ、スマホじゃないか？何？ぽいけどね。あ、私だ。It's me、マリオ。え？なんだと？違う。状況は理解した。犬みたいな顔してんなぁ。パーカー可愛いぞ。だから計画を燃え出す必要がある。今すぐだ。あ、わかった。Good. Get to it. では頼む。イライラしてるぞ。ジル、パーカー、はい、君らにはこのまま動いてもらう。一体何が？グリスとジェシカの連絡が途絶えた。これか。これか、これか。原因は？上だ。二人を最後に確認して座標を君たちの端末に転送する。会場で通信リンクを切れてるの？うんうんうん。二人なら、ベルトロ操作？この位置から判断して、おそらく二人は船だな。私はこれから本部に戻り、捜索の指揮を取る。二人の行方を追え。エイサー。了解じゃん。そこは英語かよ。よっそ、ちょっと太った人の声ね、瞬時に出せないから悔しい。ごっちゃんです。簡単でしょ？うん。練習してきて、練習。練習しておきます。パーカーの声真似練習。次回までになんとか。はい、そうそうそう。まあ、次回多分私じゃなくては、ベイ君が操ることになれば私がパーカーですよ。終わったよ。SSS。S やん、素晴らしい。SS。
はい。BT 何強化できんのやっぱり武器とかこのゲームの。そうなんじゃないの。でもまあこれはね。まあこれはね。あの操作方法を教えてくれた、ね、ということなので。深夜エピソード終了に任意でセーブデータを保存できます。こまめな保存をお勧めします。オーケー。おお、すげえ。あ、もう次へとか言いますよ。セーブリストへってあるぞ。はい。何それ。どうします？ちょっと一回セーブリストへ。あ、あー、なるほど。ロードってことですね。ロード。ってことは、うん、セーブを、はいはい、これ複数できんねや。そういうことですよ。だから、章ごとに変えることはできるんじゃないかな。親切、親切。はい。じゃあ、こんなもんでいっか。とりあえず、ここで。いっちゃうよ、ね。はいはいはい。まあ、ちょっといろいろ怖いところはありましたけれど。だけども、じゃあゲーム終了でいいんかな、これ多分。あ、そういうことかな。これ多分ゲーム終了で。はい。保存してたから大丈夫。はい。大丈夫でございます。OK。面白いね。そうですね。パーカーやな、俺たちのアイドルは。パーカーがいれば、ちょっとは、なんとかなるんかな、やっぱり。なんとかなりそうやな。ね。で、次回多分船に戻んねやろな。そうですね。オッケー。はい。というわけで、今回第1回は、はい。こんな感じで終了。2回目からもっと怖い怖い感じになると思いますので、はい。ぜひ皆さんご期待ください。はい。それでは、また次回。バイバーイ。